リーアートスペースローオンチイニシアチブは NASA とアメリカ国防総省の共同研究及び技術プロジェクトであり、米国のすべての極超音速機、宇宙発射及び宇宙技術のニーズを満たすための要件を決定した。これは第2世代の再利用型宇宙を換気プログラムとしても知られていた。このプログラムは2000年に再利用可能なロケット研究契約から始まった。 この研究の主な目標は安全性と信頼性を高め国の次世代宇宙ロケットの製造、飛行、保守に関連する全体的なコストを削減することであった。NASA はこれらの進歩が国の宇宙輸送能力を活性化し宇宙で科学と探査の任務を遂行する NASA の能力を劇的に改善することを期待していた。このプログラムは X-43 プログラムの終了に伴い、2001年に X-33 と X-34 もキャンセルされた。2002年11月、機動スペースプレーン計画と次世代、打ち上げ技術プログラムに発展させた。2004年頃、NASA は宇宙探査のビジョンの一環として、その焦点をコンステレーションプログラムに変更した。 アラバマ州ハンツビルにある NASA のマーシャル宇宙飛行センターが管理するスペースローンチイニシアチブ推進事務所はより安全で信頼性が高く手頃な価格の推進ソリューションを開発するために技術を進歩させ宇宙推進の新しい道を模索した二つの水素燃料と二つのケローシン燃料の二段燃焼サイクルエンジンを含む第二世代の再利用型宇宙を換気の四つの 主要なエンジン候補が登場した。コブラは再利用可能なアプリケーションのために共同最適化されたブースター。フラットホイットニー、エアロジェット推進アソシエーツが広範囲の推力をカバーするために提案した推進システム。この LH2、ロックス再利用型ロケットエンジンは2003年に 4500KN 推力を発生するように設計された。 燃料が豊富な2段燃焼サイクルを使用して安全で低コスト低リスクの LH にロックスシングルバーナーを組み込んだ長寿命中程度から高水力の再利用可能なブースターエンジンとして提案されている RS-83 は他のどのロケットよりも大きくて強力な再利用可能な LH にロックスロケット用のロケットエンジン設計であった RS-83 は、スペースローンチイニシアチブプログラムの一環として、ロケットに動力を供給するために、カノガパークのロケットダイン推進力によって開発された。このエンジンは、海面で66万4千重量ポンド、真空中で75万重量ポンドの水力を生成するように設計されており、ISP は、それぞれ395と446秒。 RS-83 は、デルテイブ使い捨てロケットに動力を供給する RS-68 に大まかに基づいている。RS-83 の設計は、より効率的で軽量で、わずかに強力でありながら、再利用可能である。RS-83 は、100ミッションに耐えるように設計されており、二段式宇宙輸送機の 再利用型宇宙王間機の第一ステージでの使用を目的としていた。RS-84 スペースローンチイニシアチブの一環としてロケットイ員は RS-84 ロケットエンジンの計画を策定した。これは炭化水素燃料を使用するために米国で製造された最初の再利用可能な2段燃焼サイクルの液体ロケットエンジンであった。 対照的にソビエト連邦は1980年代にエネルギアロケット用の RD-170 再利用可能な2段燃焼炭化水素エンジンを開発した。プロトタイプエンジンは海面で4 7 3 2トンなり、真空中で5 0 2 6トン8シフトのターンタイム。海面で305、真空で324の非水力。 NASA は2005年に開発をキャンセルした。TR-106、または、低、コストピントルエンジンは、スペースローオンチイニシアチブの下で、TRW によって設計された、開発用 LH2、ロックスロケットエンジン。計画された、海面水力は65万リッター BF。それは2000年を通して、NASA ジョンシーステニス宇宙センターで、 テストされた。ステニスのテストスタンドの結果は、エンジンが様々な水力レベルと推進材比にわたって安定していることを示した。スペースローンチイニシアチブの中止により、エンジンの開発は一時的に中止された。2000年以来、TRW はノースロップグラマンに買収され、TR-107RP-1 ロックスロケットエンジンの開発は2001年に、 開始され、次世代の打ち上げに使用できるようになり、宇宙輸送機は、NASA との契約の下で継続されている。AB、スペースローンチイニシアティブファクトシート。NASA、2008年7月4日閲覧。The Next Generation Don't c h Techno Logy Program.NASA、May2003 The Next Generation d o n c h Techno Logy Program.NASA、2008年7月4日閲覧。 ABCDA レビューオブユナイテッドステイツエア、フォースデパートメントオブディフェンスエアロスペース、プレプルションニーズ、2006、RS-84 ロケットエンジンオーバービュー、ロックトダイン、2008年7月4日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2008年7月4日閲覧 RS、RS-84、ネクストジェネレーションドンチテクノロジーテスティング、 NASA2009 年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年8月1日閲覧 TR-106 オンアストロノーティクスアーカイブド2013年12月30日アットザウェーバックマシンブースターエンジンプロトタイププロジェクト NASA2013 年12月30日閲覧ノースロップグラマンブースタービークルエンジンズ アーカイブド2010年5月23日アットザ・ウェイ・バック・マシンありがとうございます。